相変わらず不気味なところだな。調べる必要がなかったらオイラ絶対にこんなところ来なかったぞ。あ、見ろよ、誰かいるぞ。ん、おや、旅人とパイモン、まさかこんなところで会うとは。どうしてエンヒがここにいるんだ。いつもはリーユエコーで仕事してるだろ。なんでまたこんな人のいないところに。ああ、実は今回少し特殊な仕事を受けたんだ。だが双眼巨炎の底がこんな風になっていたとはね。私もこの目で見るのは初めてだ。ああ、それよりも二人にお願いがあるんだ。何者かが私のことを探していてな。もし私のことを聞かれたら見ていないと答えてくれないか。え、何があったんだ。違うんだ、でも説明すると長くなる。とにかくうまくごまかしてくれ。じゃあまたな。だ、おい、エンヒのやつを本当に言っちゃったな。どうしよう、オイラなんだか急に怖くなってきたぞ。あいつ法を破ってここまで逃げてきたんじゃないよな。まさか何か恐ろしい事件を起こしてたり。考えが甘いぞ。世の中はな、すっごく複雑なんだ。最悪の事態を想定しておかないと、万が一何かあったらオイラたちエンヒの共犯者になっちゃうぞ。だ、いや、ここはエンヒをかばってやるべきか。それとも、おい、そこのお前。あ、本当に誰か来たぞ。でもこの声どこかで聞いたことあるような。まさかこんなところでお前らに会えるとはな。なんだ？お？お前たち、その様子からして相変わらず愉快に過ごしてるみてえだな。俺様もだぜ。あれ、お前の後ろにいる人って。はじめまして、荒滝派の久喜忍です。へへへ、忘れるところだったぜ。紹介してやる。こいつは俺ら荒滝派の中でも一番のやり手、忍だ。おお、荒滝派の人だったんだな。こいつは花見坂で活動する凄腕なんだぜ。荒滝派に入んのも当然の流れだな。しかもだ、荒滝派の厄介事はいつも忍がやってくれてる。なんならお前たちの面倒も忍が見てやってもいいぞ。親分の友人ならば私の友人でもある。旅人にパイモン、二人とも会えて光栄だ。お、いいやつだな。じゃあオイラも忍って呼んでいいか。ああ、今後ともよろしく頼む。実は近いうちに二人には世話になりそうな予感がするんだ。でも一等、さっき荒滝派の厄介事は忍がやってくれてるって言ったよな。それなら忍の方が親分にふさわしくないか。バカなこと言うんじゃねえ、パイモン。親分はこの俺様に決まってんだろ。天下第一花見坂荒滝派の親分はこの俺様以外にありえねえ。なるほど、ダメ親分と凄腕の部下ってとこだな。おい。まあいい、お前のその小さな脳みそじゃ理解できないのも無理ないこと。ここは俺様が大人になってやる。それよりも本題に入ろう。お前ら桃色の髪をしたほうなんとかかを見なかったか。物知りで小柄で変な帽子をかぶってるやつなんだが。は、
リーユへの法律家で名を遠妃という。二人なら知ってると思ったんだが。見たことも会ったこともないぞ。知り合いだなんてそんなことありえない。ほう、会ったことあるみてえだな。おや、何も言ってないぞ。でたらめ言うなよ。ビクビクしてんのが見え見えだぜ。どうやら図星のようだな。嘘をつくとき人は無意識に目が泳ぐものだ、パイモン。だが安心してくれ、私たちに悪意はない。お前ら遠妃のことを知ってるのか。知ってるも何も、そいつは俺様の命の恩人なんだ。命の恩人？あれ、そういえば二人は何しに双眼鏡園まで来たんだ。最近稲妻の鎖国令が解除されたことは知ってるか。忍は卒業証書を取りにリーユに来たんだ。だが一人で遠出するのは危険だろ。だから俺もついてきたってわけだ。卒業証書？リーユへの学校にでも通ってたのか。ああ、リーユへの同文学塾で法学を学んでいた。ただ残念ながら卒業前に一度実家へ帰ったところ、ちょうど鎖国が始まってしまってな。それで卒業証書をもらうのが数年遅れてしまったんだ。リーユエ校で用事を済ませるため並んでいたところ、親分が仙岩軍と揉め始めてな。連行されそうになった親分を通りがかった遠妃さんが助けてくれたんだ。あの恩人の助けがなけりゃ今頃はリーユエの牢屋の中だ。だからその礼に彼女を手伝ってやりてんだよ。だが手伝いは不要だと言われちまった。そんなことありえると思うか。生きてりゃ何かしら困ったことに遭遇するもんだろう。だが待て待て、俺様は本当に彼女を守ろうとしてるだけなんだ。何やら重要な仕事で急いでるみてえだったからよ。この世で何か偉業を成し遂げるには困難は避けて取れねえ。そんくらいお前もわかんだろ。俺様は良かれと思ってしてんだ、旅人。おお、そうか、おんにきんぜ。んじゃ俺たちは探しに行く。出発すんぞ、勝負。恩人さん、俺様が駆けつけるまで持ちこたえろよ。ありがとう。じゃあまた。さっきわざとイットに嘘ついただろう。多分忍はお前の言ったことを信じてなかったと思うぞ。それかイットがあまりにしつこいから遠妃に迷惑かけないように忍も配慮したのかも。あの忍ってやつなかなか切れ者だな。これでも遠妃を探すやつはいないはずだ。後で本人に会ったらこのことを教えてやろうぜ。よし、じゃあオイラたちは柱がぶつかったところに行こう。さすがは旅人とパイモン。あの派手な見た目をした兄ちゃんだが、あまりに情熱的で困っていたんだ。普段なら友達になれたかもしれないが、あいにく今日は用事があってな。うーん、
わざわざこんな変なところに来るなんて、一体どんな用事なんだ？まさか、お前も冒険者になりたいとか？私は法律家だ。たまに遠くへ出張することもある。今回、この双眼巨猿に来たのも、ある遺言のためだ。遺言？ああ、とある古書にあったのを見つけたんだ。昔の貴人が残したものだと思う。それによると、失った法宝を取り戻したいらしい。法律家って、そんな仕事もするのか。大変なんだな。遺言の内容を執行することも法律家の仕事の一つだ。もちろんこのような依頼は多くない。それに双眼巨猿もそう滅多に来られる場所ではない。あら、知っていたのね。うわ、誰だ。おっと、やはりここにいたか。名のある法律家が双眼巨猿にまでやってきて、私の意見を聞く必要なんてないと思うけど。イエランがいるところで私みたいなのが好き勝手できるわけがないだろう。こいつ一体何者なんだ。彼女はイエラン、リーゆえの一応総務士に勤めているってことでいいのか。とにかく私の友人だ。ええ、それで構わないわ。この辺りにはたまたま仕事で来ていたの。君たちとはちょっとした縁で結ばれたというわけね。君たちは私のことを知らないかもしれないけど、私は旅人とパイモンのことをいろいろと耳にしているわ。私の仕事は双眼巨猿を観察することよ。君たちがここで何かするなら、規則により私も同行させてもらう。ただ今回は他にも仕事があるの。だから残念だけど、最後までは付き合えないかもしれない。くれぐれもトラブルを起こさないよう慎重に行動してちょうだい。これは参ったな。頼みたいことがあったんだが、昔のよしみでこの遺言のために少し時間を割いてくれないだろうか。そのお願いを聞くからには誠意を見せてもらわないとね。ああ、もちろんだとも。ガイドの依頼料はもちろんだが、たまたまピンバーヤからいい茶葉をもらってね。よければお茶をご馳走させてくれ。とりあえず今回の目的を教えてくれるかしら。おい、おめえら、どうしてイットがここに。くそ、わざと違う方向教えたな。旅人、俺様の味方じゃなかったのかよ。お待ちを。ん？誰だお前。申し訳ないけど、ここ一帯は双眼という名の用地。部外者は立ち入り禁止なの。ふざけんな。警告も策もねえくせに入るなだと。本当に危険な場所は注意喚起するような掲示を行わないものよ。ここってそんな重要な場所だったのか。ああ、ここは気軽に出入りできる場所ではない。だからこそ二人についてきてほしくなかったんだ。あれほど断ったというのに無視されるとは残念だ。リーユエに対して数々の貢献をしてくれた旅人、リーユエの法律家として名高い縁妃、私はこの二人の立場と行動を信頼しているから、ここでの活動を阻止しなかった。でも君たちの場合。ああ、どういう意味だ。この俺様が有名じゃないと。それともなんだ、俺様が何か企んでるとでも思ってんのか。君の素性が不明だから行動を制限させてもらうだけよ。それに縁妃は君の助けを必要としているように見えないけど。はっ、そんなのどうしてわかんだよ。お前はこいつの母ちゃんか。だって一目瞭然じゃないの。君の方こそ稲妻からリーユエに来たからには豪に従ってもらいたいものね。お前落ち着いてくれ、親分。
彼女の言い分は正しい。おいおい、喧嘩になりそうだぞ。なんとも面倒な。イエランとは正面からぶつかってはいけないというのに。私たちはこの地の事情を知らなかったんだ。そこまで言うのなら早々に離れよう。ただ本当に危険な場所なら警告文ぐらいは出した方がいいと思うがな。ご意見ありがとう。考えておくわ。もし俺たちがここを離れないと言ったらどうする？親分。あら、そう。じゃあ不愉快なことが起きるかもしれないわね。ああ、俺たち二人相手に勝てると思ってんのか？いい度胸じゃねえか。旅人と縁日の友達とはいえ、私の忠告は聞いた方がいいわよ。へへ、面白い。俺様は人に指図されるのが大嫌いでな。そんなに自信あんなら、お手並み拝見と行こうじゃねえか。待ってくれ親分、ここで争う必要なんかないだろう。いや、こうなりゃ意地でも中に入ってやる。それをこいつに何ができるってんだ？この私がただのジョークを言っているとでも？まずい、本当に喧嘩するつもりだぞ。ちょっと待った、ことの発端は私にも原因がある。ここは私の顔を立てて。まずい、これは。あ、話をそらすな。俺様はしただけでは衝撃を防げなかったか。これはどこなんだ、ここ。えっ、つおい、みんな大丈夫か？はあ、とんだ災難に見舞われたものだな。オイラたち一体どれくらい落ちてきたんだ？先ほどの口論中に地盤が崩れたようね。もしかしたら元素力が作用して。俺様のせいじゃねえぞ。あんなひでえ言われ方したら誰だって腹立つだろ。部外者の侵入を阻止する、それが私の仕事よ。責務を貫くのがひどいというのなら、君の心いくらなんでも弱すぎるわ。てめえ、俺様は屈するのが嫌いなだけだ。親分、口で勝てない相手に反論しても意味ないと思うよ。忍、お前どっちの味方なんだよ。事実を言ったまで。気持ちはわかるが、すぐに頭に血が上って喧嘩ばっかり。それで周りに迷惑をかけるのはどうかと思うんだが。一等のやつ、口ではイエランに負けるし、忍にも叱られている。かん、むかー、なんだと。オイラとイット一緒にするなよ。おい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 、そりゃどういう意味だ？喧嘩売ってんのか？オイラは事実を言っただけだぞ。イットがバカだってことは常識だろ。この俺様がバカだと？ちゅお前なんか空飛ぶチビスケだ。空飛ぶチビスケ？ふにょーい。なら、オイラだってダサいあだ名をつけてやる。そうだな。お前は牛使い野郎だ。今度から牛使い野郎って呼んでやる。私たちはだいぶ高いところから落ちたようだ。上の状況が全く見えない。この高さ、直接登るのは不可能ね。他の道を探さないと。みんな、おしゃべりに夢中なところ止めちゃって悪いけど、伝えておかなきゃいけないことがあるわ。双眼巨炎は、リーユエでも神秘に包まれた地で、
数年前の採掘事故によって封鎖された場所。ここでは見ない、聞かない、質問しないを守って行動してくれるかしら。知らない方がいいこともあるものなの。原則として私は皆を敵に回すようなことはしない。どうか君たちも守秘義務がある私を困らせないでほしい。もちろん出口を探すため私も尽力するわ。は？なんであいつ行っちまったんだ？きっと出口を探しに行ったんだろう。イェランは私たちの中でも最も危機的状況の対処に長けた人物だ。ここは黙って行かせよう。基本的に遺言の内容を関係者以外に公開することはできない。だから本当のことを二人には伝えられなかったんだ。すまない。私は遺言に書かれていた大義版を手に入れるためこの双眼巨炎にやってきた。その方法は何年も前にいずれ必要な場所で役立つようにと私の依頼主が獅子に渡したものだ。そして目撃者によるとその方法を受け取った男は双眼巨炎へ向かった後行方不明になったという。双眼巨炎は歴史上数多くの戦争が起きた場所だ。たとえそのものが争いの中で亡くなっていたとしても私は方法を取り戻すのに最善を尽くしたい。依頼主の願いを叶えるためにもな。さっきイェランが話したことも全て事実だ。双眼巨炎には危険が潜んでいる。お前たちも身をもって体感しただろう。今はこんな状況なんだ。力を合わせて突破口を探すしかない。恩人がそう言うんなら、まあここは顔を立ててやってもいい。こっからは全員仲間だ。一応あいつも仲間として見てやる。イェランって総務士で働いてるんだよな。なんだか妙にすごそうな人だったけど、総務士の仕事ってああいった能力まで必要なのか？まあ世間一般には総務士で勤めていると言って間違いない。彼女の身分についてはあまり多くを明かせないんだ。ただこの仕事は彼女にしかできないってことは確かだ。一体どんな仕事なんだよ。こんなしけた場所で働かないといけねえなんて。は、おいら知ってるぞ。冒険者だろ。なんだよその顔。おいらたちも同じような感じだし間違ってないと思うぞ。お前なんだか最近ケチになったな。肩書きぐらい借りたっていいだろう。そうだぞ旅人。お前はパイモンの親分だろ。親分なら親分らしく子分を可愛がってやらねえと。おいらたちはそんな関係じゃないぞ。パイモン、親分の突拍子もない発言は気にしないでくれ。ふん、忍がそう言うなら、よろしてやる。おい、親分はこの俺様だぞ。俺が譲歩してやってんだ。まさかここは記録にないもう一箇所の封印の内側なのかしら。一体ここには何が。食料と水は持ってきている。もし必要なら言ってくれ。おお、さすがだぜ。牛使い野郎は賢くないけどお前の部下は頼もしいな。俺様もそうってだと。俺様だって賢いっつうの。前方に何やら入り口があるようね。奥に道が続いているみたいだわ。どこに繋がってるんだろう。行ってみようぜ。こんなところに秘境の入り口があるなんて不思議だな。入り口があんなら出口もあるはずだ。入ってみようぜ。うむ、本で読んだものと同じだ。周囲にあるのは古くから存在するリーウェの岩石だろう。
この秘境、おそらくかなり昔からあるようだな。音あ、チョウ、コウマ大使、どうしてこんなところに。あ、今しがた降りてきたところだ。ごう音が聞こえたゆえ確かめに来た。うっかり落ちちゃったのか。なら、オイラたちと一緒に行動しないか。遠慮する。我には他にすべきことがあるからな。人探しだ。ここはお前たちが来るような場所ではない。早々に立ち去るがいい。相変わらず、風のように現れて、風のように去っていくな。さっきのあんちゃん、かなり気合入ったやつだったな。この俺様と互角にやり合える手だれみてえだった。牛使い野郎のくせに、その自信どっから来るんだよ。あの方を一人で行かせて本当にいいのか。あいつは一人で行動するのが好きなんだ。それに人の話なんか聞かないしな。でもすごいやつだから、放っておいても大丈夫だと思うぞ。みんな気を引き締めてちょうだい。この先何があるかわからないわ。周囲によく注意して常に心構えをしておいて。お前らを仲間と認めはしたが、俺様にはつば抜けた才がある。こいつの注意も案内も俺様には必要ねえ。親分。ああ？わかったわかったよ。オイラはイエランがいると安心感が増すけどな。牛使いやろ、外国から来たんだからみんなと仲良くしないとダメだろ。空飛ぶチビスケ、お前はこの国のやつじゃねえだろ。この形式の迷宮は確かにリーウェならではのものだ。なんつう珍しい場所なんだ。急いでなけりゃここの景色を堪能できたかもしんねえな。
瑠璃のように落ちなさい。元気出せよ。はっ、ねえ、料理の時間だよ。みんながそばにいてくれるわ。傷なんて痛まない。おかしい、どうなってやがるんだ。オイラたち戻ってきちゃったのか。ここさっき通った場所だよな。うん、出発地点のようだな。俺らは道を間違えてねえはずだ。ずっと出口を目指して進んでた。道を戻ったりもしてねえ。ええ、私もそう思うわ。旅人、俺ら道を間違えてねえよな。どういうことなんだ。そういや、稲妻にはこんな話がある。商人が夜道を歩いてると、タヌキが妖術で同じところを一晩中さまよわせるらしい。夜が明けるまで抜け出せないとか。木田商のことだな。オイラも知ってるぞ。なら話が早い。つまり俺たちは今そういうのに遭遇したってことだ。だが心配いらねえ。俺様には邪気を払える助っ人がいるからな。こういう時はそいつを呼べばいい。イットって鬼なのに邪気を払える友達がいるんだな。なんていうか肝が据わってるな。鈍いとこが親分が楽しく生きていけてる理由だから。入れよ、牛を。こいつが荒竹派の隠れ構成員、牛をだ。おう、牛をが挨拶してるみてえだぜ。お前らこいつのことは牛をか牛兄貴って呼んでやってくれ。牛は道を探すのが得意なんだ。こいつに案内してもらえば一発だぜ。隠れ構成員なんていたのね。私には頼りなさそうに見えるんだが。さあどうでしょうね。行け牛を、俺たちのために道を切り開け。ああ、なんだって？どうしたんだ？道に沿って全部探したらしいが、出口がないらしい。いや、入れるのに出られないわけがねえ。くそ、俺様が見てくる。気づいたか？最初、私たちは上の方から落ちてきた。つまり、高いところに出入り口があったはずだ。それが今はなくなっている。一体これはどういうことだ。この地底の建物は思ったほど単純ではないようだな。この辺りを調べてみましょう。この辺岩壁だらけだな。もしかしてオイラたちが勘違いしてるだけで、本当は落ちてきてなんかいないじゃないか。おい、なんだ、怖くなったのか。別にオイラは怖がってなんかないぞ。お前が怖がってんの牛は感じ取ってるみたいだぜ。心配すんな。もし怖けりゃ、いいえ、俺たちが守ってやる。立ち止まっててもしょうがねえ。もう一度探すぞ。忍、お前は恩人と一緒にいろ。俺様は旅人とパイモンを連れていく。分かった。みんなくれぐれも気をつけてくれ。恩人だなんて大げさな。私のことは縁起でいい。それにしてもさすが荒竹派の親分だ。イットさんは統率力に優れているんだな。
それほどでもねえよ。それから俺様にさんなんていらねえぜ。イットって呼んでくれ。お前らとは仲間になるって約束したんだ。助け合わねえとな。タイワン、怖いなら俺様が目を覆ってやるぜ。し本当に出口がないなんて。一体どうなってんだここは。親分、そっちはどうだった。それにさっきチラッとだが人影を数人見た気がする。角の生えた化け物とか出てこなけりゃいいが。冗談なんか言ってる場合じゃないけど、お前だって角の生えた鬼だろ。そうじゃねえ。俺様が言ってんのは姿が消えたりするほど化け物だよ。あ、イット、お前まさかお化けが怖いのか。あらら、バレてしまったみたいだな親分。そんなわけねえだろ。でたらめ言うだ。イットの反応を見てたら急に怖くなくなってきたぞ。おい牛使い野郎、怖いならオイラ様が目を覆ってやるち。うん、どうやら他にやることを探してこの緊迫した空気を和らげないと。塩少々、胡椒少々。ああ、焼きスミレウリだ。美味しいから食べてみてくれ。ああ、塩味と甘めの味付けの2種類あるんだが、どっち。そうか、じゃあ2つやろう。このような状況だからこそ心の平穏を保つのは大事だ。もし私の推測が正しければ、ここには私と親分が知ってはいけない秘密があるんだろう。安心してくれ、親分が首を突っ込まないようにしておくから。おう、食べ物を焼いているのか。エンヒさんもどうだ。いや、私はお腹が空いてないから後でいい。そういえば忍と会うのは久しぶりだね。ああ、前に会ったのは私がリーユへの学校に通っていた時のことだ。エンヒさんが先生の代わりに授業をしてくれた。授業。ああ、思い出した、確か冬だったか。みんなエンヒさんの授業はとても面白いと言っていたよ。そう考えると私はエンヒさんのことを先輩と呼んだ方が良さそうだ。悪くない呼び方だね、気に入ったよ。いや、まさか後輩とこのような問題に巻き込まれるとは思ってなかった。これもある種の縁というものだろう。ああ、しかも面白い知識を教えてくれるから学生の中でもかなり人気があったんだ。しのぶはお世辞が上手だ。全員ここにいたのね。ユラン、手分けして探したんだが出口は見つからなかった。そっちは収穫あったか。なかったわ。それからあまりこれは言いたくないのだけど、心して聞いてくれるかしら。もしこのまま道が見つからなかったらしばらく地下で過ごすことになるわ。うん、やはりそうなるか。わかった。でも入ることができて出ることのできない地下空間なんてありえない。引き続き試行錯誤してみるつもりよ。みんなも出口につながりそうな場所を見つけたら安全に気を配りながら調べてみてちょうだい。おい、そんな真剣な顔して何かするつもりか。ショウ、そっか、あいつに助けてもらうんだな。おう、じゃあやってみようぜ。反応がない。ショウ。
蝶ならどこにいてもすぐに駆けつけてくれると思ったのに。もしかしてあの蝶でさえオイラたちの気配を感じられないのか。くそ、もう一度見てくる。この俺様、新たに天下独尊の力があれば。親分。なんだ、そんなマジな顔して。焼き炭で売りだ。はあ、こんな面倒ごとの真っ只中だってのに、のんきに炭で売り焼いてんのか。ほれ見ろ、聞いたか、牛尾もお前が正しいって。って牛尾、お前どっちの味方してんだよ。補給はとても重要なことだ。十分な体力と安定した精神状態でなければ未知の脅威にも対応できない。牛尾もそれを理解しているんだろう。お前ら揃いも揃ってん。ってすでに食ってやがる。つうことはもう焼けてんのか。かっ、いい匂いじゃねえか。わかった、とりあえず腹ごしらえといこう。全部食べるなよ、俺様にも2つぐらいよこせ。まさかこんなところに閉じ込められるとは。参ったな。たとえ私に知識があってもその大半は法律に関するものばかり。脱獄のことなどさっぱりだ。まあ、お父様と楽しく生きることを契約している身だ。少なくともここで落ち込んではいけない。いい方向に考えるんだ。そう、ここで見聞を広めたり旧友と親睦を深めたりするのはいいことだと。うん、そうだ、これはいいこと。よし。現在出口が見つからないという至極厄介な状況にあるわ。もうしばらくここに閉じ込められることを覚悟しておいてちょうだい。幸い物資は今のところ足りているし、この一時しのぎのチームにも危機的状況への対処に長けた人物がいる。君たちも気をつけてちょうだい。あとは私に任せて。何もすることがない。暇だ。外の世界を自由に走り回りたいぞ。じゃあ自由に飛び回りたいぞ。とにかく外に出たい気持ちでいっぱいだ。一日？オイラは何ヶ月も経ってる気がするけど、いや、何ヶ月は大げさでも少なくとも20日以上は経ってるだろ。よう、こんなところでだべってたのか。あ、来たな、牛使い野郎。みんな、さっき辺りを一周してみたんだが今日も収穫はなかった。そうか、とりあえず水を飲んで一休みした方がいい。ありがとう、忍。水分補給を忘れてた。助かるよ。ああ、こっから出て街ん中を転げ回りて、それか虫相撲をして。親分、恥ずかしいことはやめてくれないか。こんなクソみてえなところで毎日を無駄にするなんて虚しすぎんだろ。外に行けばラーメンを食って花見だってできんのによ。ラーメン、待てよ、旅人ラーメンといえば腹は減っているか。私もだ。質問を変えよう。このメンツの中で一番食いしん坊なのは誰だ。私ではないと思う。何ジロジロ見てやがる。俺様なわけねえだろ。
きっとこいつだ、こいつ。おい、どうしてオイラを見るんだよ。パイモンはお腹が空いたか。そうでもないけど。なるほど。は？なるほどって何がだよ。私もさっき聞こえた。20日経っても空腹を感じない。そんなことありえるだろうか。そこも問題だな。人によって時間の経つ感じ方が違う。個人差があるとはいえ、これはいくらなんでも差が大きすぎる。そういや、俺様は3日から5日ぐらい経ってる気がすんのに、喉が渇いてねえし、腹も減ってねえ。食べ物を焼いたのも飢えのせいではなく気分転換のためだ。もともと食料は節約しようと考えていたが、不思議とあれから腹は減っていない。腹が空かないだけじゃない。体も大して疲れていないようだ。寝ようが寝まいが、それもあまり影響していない気がする。私も同じだ。休んでも体は元の調子のまま。かといって疲労感も増えていない。まるで体の状態が停滞しているかのような妙な感覚だ。なんだかますます不気味になってきたぞ。考えただけで背筋がちょっとする。どうしたんだ？何か思いついたのか？そりゃおかしいな。それが本当なら、あのアンちゃんは危険な状況にあんのかもしれねえ。あの方は仙人だ。滅多のことでは危機に陥らないはず。おそらくここでは私たちの想像を絶するような事態が起きているのかもしれない。みんな、ついに見つけたわ。あっちに新しい道があったの。どこか別の場所につながっているかもしれない。出口か。よし、出かした。出口、出口、これでやっと外に出られそうだな。いや、そう簡単にはいかないはずだ。気を引き締めて行動した方がいい。特に変わったところはなさそうだけど。さっきこの石の壁を調べた時に妙な違和感があったの。おそらくこれには隠蔽の術がかけられているわ。この奥にある通路を隠すためのね。本当に道があるんだな。だいぶ苦労したが、ようやく出られるってわけか。イエランさんの洞察力と意志の強さには感服するな。ここ数日ほとんど休んでいなかったんじゃないか。大丈夫よ、別に疲れてないから。それじゃあ全員揃っていることだし、中に入ってみましょう。おお、早く行こう。おいら、こんなところさっさと脱出したいぜ。見ろ。ああ、手を下す。戦
っているようだ。一体誰が？助けてやんねえと。でもどうやって探せばいいんだ。次の仕事は、この仕事は排除するべきですね。元気出せよ。全力攻撃だ。せっ、あ、天に召せ。全員戦わせなかった。話が通じないなら叩くまででしょう。召喚化粧。おさわり禁止。
ついていきます。瑠璃のように落ちなさい。みんながそばにいてくれれば傷なんて痛まない。もうやついていきます。ショーってあんちゃんが下にいいんじゃねえか。早く助けてやんねえと。待って、何かおかしいわ。これは、小さな裂け目のようだな。ま、生身の人間が入ってるわけねえよな。コウマ大使、ショー、ショーなのか。おいおい、びっくりさせんじゃねえよ。あれ、これって幻か。透き通ってて触れないぞ。コウマ大使、私たちの声は聞こえるか。おい、アンちゃん、しっかりしろ。
反応がない。そんな、お前たち喋った。おお、オイラたち音を頼りにずっとお前のこと探してたんだぞ。本当にここにいたんだな。でもどういうことだ、なんでお前に触れないんだよ。まるで影みたいだぞ。影、しかしなんつう偶然だ。アンちゃんが行方不明だって知ってすぐに戦ってる音が聞こえてきたんだ。運がいいね。怪我はねえか。偶然だと、待て、何か妙だ。この卑怯は異常だ。お前たち一刻も早くこの場から去れ。急いで合流した方がいいわね。コウマ大聖、一体何が起きたんだ。今どこにいる。私たちが迎えに行くからそこで待っててくれ。いや、それよりもお前らの身の安全を優先しろ。この空間はどうやら、消えた。一体どこに行ったんだ。怪我してるみたいだし早く助けに行かないと。この近くで探索できるところとなると、おそらくこの穴の先しかないだろう。まさか怪我人に警告されるとはな。俺たちは別に危険な目に遭っちゃいねえってのに。で、この穴の中に秘密が隠されてんだよな。心配すんねえあんちゃん、この俺様がすぐに助けてやる。おやぶん、一人で突っ走るのはやめてくれ。犬じゃないんだから。心配無用、俺様は無敵だから。ぐっ、あ、俺様の熱が。どうやら穴はかなり深い。みんな気をつけてくれ。ことね、俺様のケツは頑丈だからな。痛かったら泣いたらいい。私は笑いをこらえるから。笑うのかよ、同情するところだろ。ここは同情すればそれは親分の威厳に対する冒涜になってしまうだろう。それに痛いのは私じゃないから。パイポン、笑ってはいけないぞ。大丈夫だ、好きなだけ笑ってくれていい。シノブ、お前は鬼か。心つむがねえのか。待って、おそらくコウマ大聖はここにいない。それよりも、こんなところに門があるなんて。なるほどな、ありゃ遭難者用の小屋だ。絵本で読んだことがあんぜ。危険地帯に小屋を建てるいいやつがいるってな。困ってる人がいたらそこで休めるようになってるらしい。あんちゃんはきっとあの中にいる。そんな気がしねえか。なるほど、それだ。いや、危機感のある人ならそんな楽観的な考えはしない。牛使い野郎、手下と意見が分かれたみたいだな。お前もうなずいてたろ。つまりお前も同類ってことだ。何喜んでやがる。だがな、忍、そこがお前が俺様より劣っているところだ。わかるか。お前らには門を開ける度胸がねえってことだろ。ならばこの俺様が開けてやる。ほら、どいだどいだ。これを開けりゃ外に出れるはずだ。
鬼退散、悪鬼退散。うわあ！私の目がおかしくなったのか、門の中に人がいたような。んなわけねえだろう、きっと見間違いだ。もう一回開けてみたらどうだ。おう、わかった。何度だって開けてやれ。毎日遊んでばかりでうちの子までたぶらかして退散退散。あの人たち、豆の入ったお椀を抱えてたけど、一体どういうこと？あれは豆をまいて鬼を退治する人たちだ。親分は鬼だからな。なんつう恐ろしい光景だ。そもそもなんでここに稲妻人がいるんだよ。落ち着け、お前も稲妻人だろう。俺様は稲妻の鬼だ、人間じゃねえ。それよりも、この門はもしかして稲妻へ通じているのか。そんなわけないだろう。この場所どんだけおかしいんだよ。怪奇現象が起きてるとしか思えないぞ。開けたいやつは開けりゃいい。俺様はごめんだぜ。次は誰だ。おいパイモン、次はお前が行け。無理無理、親は怖いから。誰かが代わりに。私がやろう。おう、決まれよ。門の中の奴らに負けんな。ああ、中がどうなっているのか私が見てやろう。忍、また本を読んでいるの？そんなことばかりかまけていないで、私の言う通り鳴神大社の巫女になりなさい。お母さんがあなたのために見つけたいい仕事よ。あ、今の誰だ？一体何が起きたんだ？おい、さっきの人ってまさか。恥ずかしながら今のは私の母の声だ。まさかこのようなところにまで来てまた聞かされるとは。さっき巫女になれと言われていたようだが。私は巫女になりたくなくてリーウェの学校に通い始めたんだけど、家族はそれを認めてくれなかった。稲妻へ帰った後も鳴神大社で働くよう私に望んでいるんだ。宮司のことだったらオイラも知ってるぞ。巫女ってかなりいい職業なんだろ。家の中で飼える猫もいれば、野生でしか生きられない猫もいる。私は絶対的な自由を必要とする人間だ。巫女の仕事は悪くないが、私には向いていない。そうだな、お前にはやっぱり荒滝派の方が向いてる。見ろよ今のお前のその堂々とした姿を。お前らもそう思うだろう。ああ、私も今のままでいいと思うぞ。仕事とはやはり興味のあるものに就くのが一番だ。その点については私も同意見よ。どうやらこの門は開けた奴の苦手なもんが現れるみてえだな。こんなの誰が開けられるってんだよ。あのあんちゃんが助けを待ってるはずだ。ここでグズグズしてる暇はねえってのに。他の人も試してみたらどうだ。遠慮するわ。心の中で恐れているものが現れるのなら私には試せない。この中に門を開けられる人がいるとしたらそれは私じゃないわ。どうしてだ。この原理自体がおかしいと思わないかしら。私は1ミリも信じていないの。だから何かが起きるはずもないわ。確かにお前って夢とかもなさそうだもんな。なら私がやってみよう。おお、さすが俺様の恩人、いい度胸してんぜ。おそらくあるとは思うが思い出せないんだ。でもこの門を開ければそれを知ることができる。
まったく今日一日何やってたの。4キロあった塩のうち売ったのは1キロだけ。残りの 1.5 キロは人にあげて、もう 1.5 キロは酒と交換するなんて。それでいくらの稼ぎになったかわかる？はぁ？店の商品を適当に売っていいと言ったのはあんただろう。なのに人にあげて何が悪い？このバカ！隣のじいさんに塩を取りに来させたでしょ。その時途中で転んで足を折ったって言うじゃない。しかもそこの息子が慰謝料を求めてんのよ。あんたって人はまったく。はあ、なるほど、民事訴訟か。さっきのは誰だったんだ？誰でもない。ただ私を悩ませた民事訴訟の縮図だ。ふん、つまり日常で起こるいざこざが怖いってこと？いや、ただつまらないことで争う人が苦手なだけだ。先ほどの案件も良かれと思ってしたことが大きな災いを招いている。善意のつもりが怪我の原因になってしまうとはね。はあ、実に残念な結果だよ。私は世に起きた問題を少しでも解決するためこの仕事に就いた。だが人の心の複雑さだけは今もまだうまくつかめていない。わかるよ。人の心ほど複雑で傷つきやすいものはない。さて、他にも試してみたい人はいるか？私を見ないでちょうだい。絶対にやらないから。言えらんよ。ここにいる全員は仲間だろ。試したくないっつってもちゃんとした理由がなきゃな。なるほどね。じゃあ正直に言うけど、私はリーユエ七世の天中園行幸の下で働いているの。仕事の内容はリーユエの重要な秘密に関わっているわ。この門を開けてもし秘密に触れてしまったら、ここにいる全員を口封じのために処分することになるかもしれない。この理由で満足いただけたかしら？おお、そうか。すげえじゃねえか。それよりも忍ぶ、天中園行子って誰だ？秘密を探っていることがバレたら、生きたまま双眼鏡園から返してくれないかもしれない人。それが行幸だ。親分、この世界について本当に何も知らないんだな。知らねえとなんか問題あんのか？俺様は自由気ままな鬼だぞ。イエランって行幸のとこで働いてたのか。彼女が言わないから私も秘密にしていたんだ。ならイエランはこの門を開けない方がいいだろう。旅人はどうだ？試してみないか？そうだな。この門を開けたらオイラたちの探してる人がいるかもしれないぞ。行方不明のショーがこの中にいる可能性もゼロじゃない。やってみようぜ。あんちゃんが中で待ってるかもしんねえ。旅人、何か見つかったか？旅
助けなきゃならない人は、あんちゃんはこの中にいたのか？その重苦しい表情、何か不快なものでも見たようね。そんな、大丈夫だ。お前のお兄さんならオイラが一緒に探してやるから、元気出せ。くそ、この妙なもんめ、ぶん殴ってやれて。疲れてさえなかったらオイラも一緒に殴ってやったぞ。ふい。おい、どうした？元気ねえじゃねえか。つまり、あの門を通っても鉱魔耐性は見つからなかった。それだけでなく、目をそらしたくなるものまで見てしまった。この秘境、なんだか嫌な感じがするわ。常に変化しているみたいな。しかも私たちにとって不利な方向に。どういう意味だ？私もそう感じた。ここは一筋縄ではいかない場所だ。軽率な行動は控えた方がいい。ああ、私たちは鉱魔耐性の跡を追って降りてきたというのに、ここには奇妙な門が一つあるだけだった。その門の中も異様だ。自身の恐れているものを見せられる。私たちはきっと常識から外れた空間にいるのだろう。それに色々とあったせいか、少し疲れを感じる。ここでは疲労がたまらないはずなのに。けどまだ致命的なものではないはずよ。でなければ何も食べていないのに餓死しないことの説明がつかないわ。私たちの状態の変化が空間にどう影響を与えるかが心配だな。空腹感や疲労感に急に見舞われないよう、食事と休息はしっかりとっておいた方が良さそうだ。おいら、急に疲れてきたぞ。いろんなことがありすぎて、心に余裕がなくなってきたのかも。喋ってたら、なんだか俺様も疲れてきた。いやいや、こんなのきっと気のせいだ。考えすぎねえ方がいい。手足に力が入らなくなってきた。これまでの推測では、私たちが疲労や空腹を感じないのは、この空間にいることで体の状態が停滞すると考えたからだ。だが今の状況から判断するに、精神的な疲弊は避けられないようだな。まだ鉱魔耐性は見つかっていないが、とりあえず体調と精神状態を整えるのを優先した方がいい。人助けをする前に自分が倒れてしまっては本末転倒だ。そうだな、休めるとこまで戻ろう。おい、チビスケ、大丈夫か？俺様がおぶってやろうか？今までずっと休んでいないのだろう。本当に大丈夫なのか？ここは予想以上に危険な場所だぞ。問題ないわ。私は集中力を必要とされる重労働が得意なの。それに君も何か新しい考えがあるんでしょ？気づいてたのか？人の表情を読むのも私の仕事よ。ああ、そうだったな。だが今はまだ初歩的な段階に過ぎない。ちゃんと整理して形になってから伝えることにする。そうね、その方がいいわ。私もいくつか考えていることがあるの。確認できたら改めて言うわね。そうかしら。今は皆で解決策を考えないといけないからな。こんなことが起こるとはな。
あれのことか。見られてしまった以上、隠してもしょうがない。まさにあれが私の心に潜む一番の恐怖だ。巫女だけにはなりたくない。巫女として歩む人生はあまりにも退屈だからな。長いこと荒滝派にいると、様々な場面に遭遇する。問題の後始末をするときには今まで学んできたあらゆる知識を生かすことができるんだ。まあ面倒事が大半を占めてはいるが、少なくとも荒滝派にいる私は孫をことなく自由だと言える。みんなと一緒に街を歩いたり、焼きたてのスミレ売りを手に郊外で座り込んだり。なんだかバカみたいだろ。でもきっとそれが私の望む人生なんだ。笑わないでくれよ。もし笑ったら殴らないなんて保証はできないからな。牛を、あのもんをもう一度見つけてくれねえか。いいところに来てくれた。ちょうど牛尾とそのことについて話してたところだ。門の中にいたやつが豆を投げてきたことは、まあ多めに見てやる。だがお前にまで妙な真似をしたのは許せねえ。もう手は尽くしただと。兄弟、そんなに早く諦めんじゃねえって。もう一度試してみてくんねえか。それでもダメなら別の門でもいい。外の世界に直接つながる門を探してくれ。そうだ旅人、もし時間があったら少し付き合ってくれないか。話したいことがあるんだ。あそこでまた会おう。旅人、来てくれたか。今この空間について考えていたんだ。未知の脅威が潜んでいる以上、悠長に構えている暇はない。一刻も、しかし都合が良すぎると思わないか。お前から高魔耐性のことを聞いてすぐにあの空間から彼の声が聞こえてきただろう。まるで恋に仕組まれたもののようだ。高魔耐性がその場にいると錯覚させ、未知の場所まで誘い込まれたかのような。一つ私には推測がある。だがいきなりそれを皆に伝えては怖がらせてしまうだろう。先ほど見た高魔耐性の反応から察するに、おそらく彼は私たちと別の空間にいるはずだ。だがその声も姿も私たちのいる空間にまで届いた。もしかするとこの空間はもとより錯綜しているのではないだろうか。ここにいるはずのない人、そして霊まで見えている。空腹を感じないのは体の状態が停滞しているのが原因だ。つまり私たちの時間が止まってしまっているということ。もしこの推測が正しければ私たちは非常に不合理な場所にいることになる。つまり様々な情報が一つの可能性を示している。この地下空間は時間と空間が錯綜しているということだ。しかしそのように錯綜した空間だからこそ、どこにいるのかわからない仲間の声を捉えることができた。実に不条理だな。もちろんこの空間がそれを私たちに聞かせたのであれば話は別だ。そして先ほど高魔耐性の身に起こったことについて一つ考えがある。私たちは彼に会ったのではなく、別の場所にいた彼の姿が何らかの空間の変化により伝わり、それを見たのではないだろうか。旅人、先ほど門の中でアビスを見たと言っていたな。あの門は一見すると意地の悪いいたずらにしか見えない。あそこで私たちは怖いものを見せられただけだ。だがもしその中に入るよう誘導するものがあったら、門の向こうに何があるのかは誰にも見当がつかない。最初は冗談のようないたずらで油断を誘い、
次に真の脅威によって覗いたものを捕らえる。この空間は手強い相手だ。私たちの思考を読んで手のひらで転がすように操っている。それでも私はただ黙って待っているつもりなどない。覚えているか、あの溶けた地面の横に小さな空間の裂け目があったのを。ああ、あれからは空間に干渉する術に近いものを感じた。だがそこに秘められた力は通常のものよりはるかに強力だった。コーマ体制の出現は私たちと彼の空間が交わること、ましてや私たちに彼の声が聞こえ姿が見えることなど想定していないような印象を受けた。この空間は私たちを罠にはめるためのものだと思う。だからわざとコーマ体制の声をここに送ったんだろう。だがこの変化が空間に裂け目を作ることを予期していなかったように感じる。つまり私たちがコーマ体制と会話したことはそれにとっても予想外の状況だったということだ。そうだ、あれから私は戻って辺りをじっくりと調べてみた。このような混沌とした空間が交わり続ければあらゆる事象が起こりうる。だが私はこれをチャンスだとも思う。もし空間が私たちの心を利用し惑わす現象を作るのならば、旅人、私と同じように想像をしてみてくれ。心を落ち着かせて耳を澄ますんだ。もしかしたらもう一度コーマ体制の声を捉えられるかもしれない。この感じ、うん、そこか。はあ、イエランの現像を破る技を真似てみた。こうもうまくいくとは思わなかったがな。声はこの現像の奥から聞こえるようだ。入って確認してみよう。声がはっきり聞こえるようになった。ここもそうか、そう。シャアはここで何を経験し、もし500年前の崩壊で死んだのも。声がより鮮明に聞こえるようになった。おそらくこの辺りだ。聞こえるか、エンヒだ。旅人と共にあなたを探している。旅人、エンヒ。よし、うまくいった。そちらの状況はどうなっている？バレなら問題ない。よく聞いてくれ。この空間は錯綜し混沌としている。私たちは同じ空間にいない可能性がある。だが音であれば稀に飛び越えることができるようだ。つまり別々に分かたれた空間が交差する瞬間があるということだ。我がいる場所は一切が混沌に満ちている。いいな、夜叉の身に宿る汚れは人間にとって有害だ。いや、その危険を上回るほどに今の状況は切迫しているんだ。この空間は仲間を探そうとする心理を利用し罠を作り出してくる。あなたが一緒にいなければあなたを探そうとする私たちは常に危険な状況に身を置き続けることになるんだ。お前たちも危機に遭遇したと。我のことは探さなくていい。私たちはあなたが心配なんだ。先ほども旅人が罠にかかって危険な部屋に入ってしまった。どうやって合流する？コーマ体制、私たちの声がどこから聞こえるか探してくれ。最も鮮明に聞こえるところを見つけてそこで何かすればうまくいくかもしれない。そうか、混沌ゆえに交錯する空間、何かをすれば。なるほど。
急いでくれ。この機を逃せば次はないかもしれない。下がれ。とにかく彼を拠点へ。これでお互いを見失わずに進め。あら、こちらもいろいろなことが起きた。しかしこれは私たちの安全のためだけではない。怪我をしているあなたを放っておくわけにはいかないだろう。たかが怪我だ、大したことはない。それに足を引っ張るのはごめんだ。足を引っ張るなどと思っていない。みんなあなたを必要としているんだ。私たちのためだと思ってここに残ってくれないか。わかった。怪我をしているのですからひとまず休んでください。他のことはまた後にしましょう。ああ。信用できるものが待つのか。夜叉の誇り。そう、やはり簡単なことではなかったのね。あら、旅人。うん、ちょうどいい。話したいことがあったんだ。私もこの空間そのものに狙われているような、そんな感じがしていたの。でもそれを逆手に取るなんてさすが縁起ね。時間と空間が錯綜しているという事実は先ほどの試みで確認が取れた。となればこの空間が生み出す罠に警戒する必要がある。コーマ体制も見つかったことだし、あとは出口を探すのみか。さっきもう一度秘境を探索してみたの。新しい道を見つけることはできなかったけど多少収穫はあったわ。私の一族は代々砲術の修練を積んでいてね、かつて一族の人間のみが使える砲器を発明したんだけど、実はあの秘境でそれと似たものを見たのよ。残念ながら近づいた途端に跡形もなく消えてしまったけれど、おそらくね。けどそれを判断するのは難しいわ。私も断言はできない。でもあれが何かを知っているのはこの中では私だけよ。つまりこの空間は本当に私たちの心を読んでいるってことね。あの門もそうだった。まるで生きているかのように私たちを試している感じがした。人の心を読み、それを現実に作り出す。全ては私たちの警戒心を緩め疲弊させるために。ただ仮にそうだとしても、その最終的な目的は何なのかしら。死ぬまで私たちをここに閉じ込めるため。最悪の事態に備えつつ諦めずに行動しよう。双眼巨炎に秘密が隠されているのは知っていたけれど、このようなことは七星でさえ聞いたことないと思うわ。そういえばイエラン、
最初に外で会った時、仕事があると言っていたが、あれは何の仕事だったんだ？私はカーン・ルイヤの魔獣が侵入した時の真実を探しているの。ここからの話は全て他言無用よ。決して他の人に話さないこと。さもなければ。ああ、重々承知している。500年前のことよ。カーン・ルイヤから来た漆黒の獣たちにテイワット大陸の七国が襲われたの。当然リーユエもその被害を免れなかったわ。ガン王帝君の命により戦艦軍は陣を敷き、死闘を繰り広げると戦線を双眼巨炎近郊で食い止めたけど、魔獣はあまりに凶暴だった。その戦いはかつてないほど熾烈なものとなったそうよ。ただ何者かが機を見計らって魔獣を引き離したの。それにより膠着していた戦況はこちらが有利となった。最終的にこの戦いに勝利したのはリーユエ人だったわ。けど帰らぬ人となってしまった者も大勢いた。私の先祖にその戦いに参加した人が二人いるの。でも生きて帰ってこれた方は正気を失い、おかしくなってしまった。今の七星もこれについてはほとんど知らないはずよ。当時双眼巨炎から生きて帰れた人はごくわずか。真実を知りたければ機会を待つしかない状況だった。双眼巨炎の周囲の封鎖が解かれたあの日、私は当時の真相を探るためこの地への移動を申請したわ。だけど私たちが今いるこの場所、これから直面するかもしれない危険は私の想像を全て上回るほど恐ろしいものだった。うん。でも諦めてはいけないわ。今の私たちにとって生きて帰ることこそが最優先にすべきことだもの。どうしたの？急に黙り込むなんて普段の君らしくないわね。し、話は後だ。今これまでの手がかりをまとめているところだ。突破口は私が見落としてしまった細部に隠れているかもしれない。だから一から見直さないと。じゃあ。ああ、心配はいらない。お前が言った内容は紙に記録しないから。そうじゃなくて、つまりそのことについて考えるなら私も混ぜてちょうだい。はい。あまり旗色が良くないようだな。まだ天気は訪れないということか。大丈夫だ。具体的に何が起きたのかは私に教えなくていい。たまに親分を羨ましく思うよ。なあ牛尾、このちびすけ眠ってんだよな。どんな夢見てんだろうな。普段は一世のいいチビだが、こんな風に元気がなくなることもあんだな。かわいそうに。それにあのあんちゃんもだいぶ弱ってるみてえだ。二人とも心配だな。俺様が牢屋にいる時もこんな感じで寝てるって。
冗談はよせって。俺様の寝姿は世界で一番かっこいいに決まってんだろ。お、旅人か。たが、いつからいたんだよ。見たことなかったからちょっとびっくりしちゃったんだ。テイワと一のガイドのくせに恥ずかしいところ見せちゃったな。ひひひひ。おう。あ、そういえば眠ってる間夢の中でずっと牛の鳴き声が聞こえてたんだけど。そう、この声だ。牛よ、お前がオイラのこと見ててくれたのか。旅人、コウマ体制が目覚めたようだ。支障ない。心配は無用だ。夜叉がまとう骨性は人に害をなすものだ。あまり近づくな。私には仙人の血が流れている。見くびられては困るな。どうだかな。オイラが寝ている間に何があったんだ。ショウがここにいるなんて。お前らにどうにかして来いと言われたから来たまでだ。コウマ大聖、何があったのか話してくれないか。かしこまる必要はない。ショウでいい。ああ、わかった。ただのつまらぬ戦いだ。この地を訪れたのはある人物を探すためだった。だが、そいつは我が思っていたのとは全く違った。普段は敵家衆の養老を守るため防御旅館にいるとピンバーヤから聞いた。それが人探しをするとは。まさか相手は仙人か。不赦という名の夜叉を探している。不赦。あなたと並ぶ御法夜叉の一人の不赦か。だがあなた以外の四人の夜叉はもうこの世にいないはずだが。一説では確かにそうだ。だが不赦の遺体だけは見つかっていない。夜叉とは魔人の残骸を払うものだ。長年残骸を払い続けるがゆえにその身は殺生に染まり、いつか必ず狂気に陥ってしまう。我が最後に死者と会ったのも奴が狂気に飲み込まれたその日だった。奴は去った。行方を知る者は誰もおらず、我も消息をつかめていない。死者は我ら五人の中で長兄のような存在だった。死者はこう言っていた。夜叉の戦いは苦難に満ちたもの。生死に関わらず互いに助け合い、それぞれの居場所を把握しておくべきだと。もしかして狂気に飲み込まれたせいでその約束を忘れたのか。ありえなくはない。だがたとえ奴が忘れても我は忘れない。我は生き残った者として全員の行方を明らかにする義務がある。じゃあどうして双眼に来たんだ。まさかここに不赦の行方に関する情報があるのか。500年前、カーンルイヤの魔獣が
双眼巨炎へ進行してきたのは知っているか。その戦いは長きにわたり続いた。だが噂によると、その中に勇猛で腕の立つ夜叉がいたそうだ。しかし、その夜叉の名を知る者はいない。夜叉は五人だけではないからな。必ずしも負者であるとは限らない。そういうことか。でも翔はその夜叉が負者だと思ったからここまで調査に来たんだろう。断言はできない。だがそれ以外に手がかりはない状況だ。負者は誇り高き夜叉だ。奴は戦う時に必ず名乗る。名を言わぬ夜叉は負者のはずがないと思った。待ってくれ。もしかしてあなたが戦っていた相手は負傷で、あなたは彼にやられたのか。そうだ。そんな。カーン・ルイアの魔獣信仰、双眼での死闘、それにイエランの先祖、これら全てが裏でつながっているような気がする。この世には偶然など無数にあるが、これほど重なることはあまりない。まさか遺言にあった方法、大義版とも関係があるのだろうか。遺言。ああ、そうだ。私はとある遺言のためここに来た。あなたはこのようなことにあまり触れないようにしてきたのだろう。人も仙人も願いや神事を遺言として残し、他人に思いを託すんだ。それを残すのはいつでもいいのか。おいおい、なんだよその今すぐにでも遺言を残しそうな表情は。お前たちが我の幻影を見たと言ったのは偶然ではない。この空間は仲間を求めるお前たちの心につけ込み、自ら罠にはまるように仕向けた。だが単純な欺瞞ではすぐに露見してしまう。わずかな偽りの混ざった真実というのが最も恐ろしいんだ。ここがお前たちに聞かせた声も、確かに我が口にした言葉だった。実際に声を聞かせ、焦燥感を駆り立てる。一方的に送った情報は、おびき寄せるための餌となる。もし空間の裂け目を利用して、我らが接触していなければ、すでにこの中の誰かが欠けていたかもしれない。この空間は、獰猛な殺戮より、魂を消耗させることに重きを置いているようだ。そんな。相手は悟い、ここに長居すべきではない。たとえ用が済んでいなくとも、お前たちをここから外に送り出す方法を考えなければ。バレが来たのは警告のためだ。ここは極めて危険な地。長居すれば空間に蝕まれる。でもどうしてショウはそんなこと知ってるんだ。おそらく亡霊のように地下をさまよう影となるだろう。どうやらあなたもそれを見たようですね。イエラン戻ったのか。ええ、みんなの話を聞かせてもらったわ。私も地下で異常現象を見たことがあるの。ここに幻影か。最初我もそのように思った。だがことはそう単純ではない。いずれその幻影たちが実体を持ち、お前たちを襲う可能性もある。先ほどの話から察するに、あなたは脱出する方法を知っているのですか。確証はない。ただの憶測だ。炎飛の言うように、この空間は錯綜している。だが、しかもあるようだ。我は双方の空間のつなぎ目に衝撃を与え、裂け目を作ることで、お前らの元にたどり着いた。故に、我の全力を注げば、この混沌とした空間を切り裂き、道を作ることができるだろう。なるほど。強力な衝撃によって、空間に影響を及ぼすのですね。その可能性は私も考えていました。全力を注ぐとは
どういう意味だ。要は我の全てを出し切るということだ。待てよ、オイラたちを送り出すっていうことは、ショウはここに残るつもりなのか。まさか。我はこの地下で不赦と会った。故にこの地の恐ろしさをよく理解している。裂け目を作るにしても瞬間的な衝撃で作れるのは小さな傷が関の山だ。外に出るには通路を維持するため力を注ぎ続ければならない。命を懸けることには慣れている。これは我にしかできぬことだ。そんなのダメだ。たとえ言っていることが事実でも私は納得できない。オイラもだぞ。一人を犠牲にしないと出られないなんて、そんなのいい方法じゃない。実行に移せる策があって初めてその良し悪しを論ずることができる。だが今はそうではない。他に策がないゆえお前たちはここで立ち往生しているのだろう。しかしあなたのその方法は確実に成功するのか。保証はない。そんなバカな真似すんなよ。確証のないことのために命を懸けるなんて割に合わないぞ。とにかくその策には賛同できない。ならばこれが我の遺言だと言ったら。あなたは。それがあなたのお考えですか。率直に言ってこの計画は成功も安全もどちらも保証できません。おっしゃる通り、人にとってヤシャは危険な存在です。ですがそのような独りよがりな計画を突然押し付けられて私たちがどうして納得できると。過酷な戦場では常にそうであった。不利な状況では命を落とさねば解決できないこともある。犠牲を恐れて動かなければ勝算すらも生み出せない。私も死の淵に立つような戦いを経験したことがあります。そのような極端な方法は本当に手を尽くした時まで口にしないでおくものです。理解してもらおうという気持ちはわかります。ですが無駄な犠牲になる恐れがあるのならそんなことを言っても士気が下がるだけです。本当に全てを捨てる覚悟があるのでしたら他人に意見など求めはしないはずです。あなたはご自身が思っているほど冷酷な方ではありません。それに逃げるために誰かを失っては元も子もありません。イエラン、そんなことを言うな。とにかく今はまだ命を懸けるような時ではないかと。もしかしたらまだ調べ尽くせていないだけで隠れた道があるかもしれません。もしそれが見つからなかったら、見つからぬままに自己犠牲の道すら選べないほど衰弱してしまったらどうするつもりだ。この段階であなたを犠牲にすることと未知の出口を見つけることの成功率に差はないはずです。この二つの策に優劣がない以上すぐに行動に移すこともできません。全力の一撃でこの空間を壊せるだと？ははっ、いいこと聞いたぜ。誰が残るか残らねえかなんてそんな話俺様は聞きたかねえ。結局はこうすりゃいいんだろ。さあどこのどいつが俺様たちを閉じ込めてやがる。待ちなさい。こいつを食らえ。一撃じゃ足りねえみたいだな。だが他にも道があんじゃねえか。英雄でも何でもこの俺様が引き受け。
ピット言わんこっちゃない。親分はいつもこうだ。忍？イット、どうしたんだよイット。気を失ったのか。おそらく親分はさっきの一撃で力を使い果たしたんだ。だがもしかするとそのおかげで道を切り開けたかもしれない。あの道を安定させられるか確認してくるわ。私たちが言い争っていたから彼はこのような行動をしたんだろう。親分は昔から仲間割れを嫌がるんだ。荒滝派のみんなが喧嘩をしている時も親分は驚くようなことをしてみせてその場を鎮めてくれた。親分は今日その時と同じことをした。まだ知り合って間もないがきっとみんなのことを仲間だと心から思っているんだろう。親分は他人が犠牲になることを嫌うけど無意識のうちに似たようなことをする。でも一つだけ他の人と違うところがあるんだ。親分は自分なら犠牲にならないと思っている。どんな困難も乗り越えられると自分の力を信じているんだ。どんな自信だよ。それじゃあ翔の言ってたこととあんまり変わらないじゃないか。こいつもバカだな。親分は人の意見を聞かないからな。それにいつも考えるより先に行動してしまう人だ。きっと自分の前に立ちはだかる困難なんて簡単に解決できると思っているんだよ。親分だけじゃない、荒滝派の人たちはみんな多かれ少なかれそういう節がある。だから私みたいな後始末役がいるってわけだ。どうせ止められないのなら行動させた方がいい。それにバカは勘がよく働く。さっきの一撃も案外効果があるかもしれない。なあイットは大丈夫なんだよな。すまない。いいえ、謝る必要などありません。あなたもイエランさんも二人とも正しかった。でももしあなたが荒滝派の一員だったら私はイエランさんに味方していたでしょう。親分は決して犠牲になろうと思って行動したわけではありません。きっと自分が切り開いた道を進めば出口が見つかると確信していた。それに最後はみんなで外に出られると信じていたはずです。要するにここにいるみんなのことが大切なんだと思います。私たちは互いに支え合って脱出すべきです。あなたが生き残ることは一部の人にとって、いいえ大勢の人にとってとても意味のあることなのですから。忍、全員ができる限りのことをして出口を探そう。まだ可能性はある。出口はどこかにあるはずだ。親分のことなら安心して私に任せてくれ。みんな、あの道は外の世界ではなくもっと深いところに続いているようだったわ。そんな、じゃあイットがしたことは無駄に。いえ、調べてみる価値はあるはずよ。私が先に調べてくるわ。なるほど、そういうことか。分かったぞ。何が分かったんだ。覚えているか、私たちが探している方法はまだ見つかっていない。もしこの秘境が人の想像や求めるものを実在するものとして映し出してくれるのなら、その特性を利用することでそれを見つけることができるかもしれない。あ、なるほど。だからイエランにも諦めるなって言われたんだな。方法ってきっとすごいもんなんだろ。まあ必ずしもそうとは言い切れないが、試してみる価値はある。我が何とかする。行かせてやれ。だが
もしお前もその秘境へ行くつもりなら、私も同行しよう。私は戦闘がそんなに得意じゃないからな。一緒にいた方が安心できる。ああ、そうだ。その、お前はショーと仲がいいのだろう。さっきのイエランは少し言い過ぎていた。彼女の代わりに謝るよ。しかし、先ほどの様子を見るに、あそこまで言わないと、ショーは聞き入れてくれなかっただろう。それにイエランは、もともとああいうのを気にする人だからな。必ず全力で止めていたはずだ。私の知る限りだが、彼女は以前の仕事で、戦友を失っていてね。彼女は救出された生き残りなんだ。そのためか、他人が犠牲になることに、どうしても抵抗感があるんだろう。救われた命は、重圧を感じずに生きていけるのか。救われた側も、決して楽ではないというわけだ。私が彼女だったら、彼女以上にうまくやれる自信はない。お、そうだ。少し待っててくれ。すぐ戻る。ケツ。よし。これで安全だ。イットが戦えない今、術でお前たちに守りを施した。ありがとう、先輩。そっちも気をつけてくれ。ああ、お前もだぞ。よし、旅人、そろそろ行こうか。これは。遠くに見える巨大な円盤。あ、待てよ。まさかあれが、大義版なのか。おい、その例えだと全然足りないぞ。あれはもっと大きいだろ。うん、どうやら私たちは正しかったようだな。法律家としての勘が囁いている。あれが私たちの探している方法である可能性は非常に高い。だが本当に大義版だとしても、いくらなんでも大きすぎる。どうやって持ち帰ればいいんだ。ああ、おっと、弱音なんか吐いてる場合じゃなかったな。先に周りを調べてみよう。おい、あれは砲塔弾じゃないか。なんだか見覚えが。そうだ、数日前に遭遇した奴らだ。相手を間違えたな。よっ、シャッ。小さい円盤だ。外観と盤面の配置を見たところ、うん、これが方法大義盤で間違いないだろう。地面に埋め込まれた小さな大義盤、一体何に使われていたんだ。やめ、そこだ。トン、行くぞ。くらえ、急ごう。そこだよっ。ブーン。あ、トン、さあ、そこだ。くらえ。よっ、ほれ。あは、は。はあ、前回と同じように簡単に片付けられた。以前、大きな商業案件の処理を手伝った時、その犯人が私に仕返しするため、わざわざ砲塔弾を雇ったことがあったんだ。幸い武芸の鍛錬はちゃんとしていたため事なきを得たんだが、しかしさっきの奴らはあの時と全く同じだった。おそらくこれも私たちを消耗させる手段の一つなんだろう。これはだいぶ凝っているな。新たな入り口のようだ。うん、よかった。うわあ、これってトンネルか。なんだかおかしいぞ。まるでもう一つの世界や時空につながっているみたいだ。
ここらで合流できるかと思ったが、誰もいないようだな。ファデュイ？まさか、これも誰かの記憶か？気をつけろ！予想通りのようね。イエラン、いたのか？何度挑んでこようとも、仕留めるまでよ。一緒にいるときは、そんなこと話すなよ。凍ってしまう。燃えよ！捕まえた。さあ、かかれ。ふっ、やっ。行くぞ。よっ、はあ、よっ、捕まえた。いい度胸ね。痛がっちゃいないな。どの目が出るかしら。やめてはいけないという。本当に出られるのか。だけど全てを直視。家に帰る。よくもまあ、あんな小細工で尾行してくれたものね。はあ、相変わらずの腕前だな。覚えているかしら、私が他の場所で幻影を見たって言ったこと。その時に聞いた内容と一致するわ。この記憶はこの空間によって再現されているようね。まあいいわ、これで当時の状況も把握できるから。あいつ、タイと言っていたが、大義版のことか。エンヒ、地面にあったものは見たかしら。ああ、これを調整することで、お前と合流できたんだ。おそらく、遠くにある大義版の縮小版だろう。この空間と強く紐づいているようだ。私、なんだかそれに見覚えがあるの。ちょっと思い出してみるわ。よし、出発だ。新たな空間ね。もし空間に同じ規則があるのなら、ここにも小さな大義版があるはずだ。不赦、お前ほどの者が地下の亡霊になるとはな。敵がいない。いや、敵は姿を消せるのか。まずい、早く加勢しなければ。待て、これは我の戦いだ。近寄るな。汚れた魔獣よ、お前たちのせいで何人もの人が死んだ。地下空間に誘い込んだ。お前たちの弱点に気づいたからだ。身を隠し闇討ちするのは不赦がよく用いる戦術だ。我と共にここで朽ちるがよい。お前ほどの手だれがこのようなところで死ぬわけがない。まずい、このままだとショーが不利だ。構わん、結果はもう分かっている。くだらない。不赦は体力が低下しているようだ。遠田体現水不赦、
お前のその力は無尽蔵ではない。それにお前の幻影は本来のお前よりも劣っている。前世紀のお前はこの程度ではなかった。配下の中でも随一の夜叉であった。もし帝君がこのような姿になり果てたお前を見たらどう思われるだろうか。行け、後方は我が援護する。決して魔獣を地表に返すな。皆の者、双眼から100キロの戦線を死守せよ。もう十分だ。滅びよ、虚無の幻影よ。ショウ、大丈夫か。我の責務を果たしたまでだ。気にするな。先ほどの見えない相手が伝説の東田大元帥不赦なのですか。ああ、独断先行したのは悪かった。不赦が行方不明となり数百年、先ほどの戦いが奴と顔を合わせる最後の機会だと思ったのだ。あいつさっき戦線を死守しろとかなんとか叫んでたけど、奴はこの地で戦っていた。伝説の無名の夜叉とは不赦のことだったのだろう。でも戦う時に必ず名乗るんじゃなかったのか。どうして名前が残らなかったんだろう。あいつの身に何かあったのか。わからぬ。おそらく自分が何者であるかすら忘れてしまったのだろう。それは誤称のせいでか。不赦は姿を消す前から狂気に陥っていた。奴の記憶が無傷であったかは誰にもわかるまい。狂気に飲まれながらも双眼巨炎の戦争に参加したのですか。夜叉は平穏な時代を生きられはしない。戦いと殺戮の匂いに引き寄せられたのだろう。我らは殺生に精通している。そしておそらくそれしか取り柄がない。この一戦で我も確証を得た。これまでのことから察するに、この空間は人の心の一部を映している。つまりたとえ狂気に飲み込まれていたとしても、不赦がこの地を訪れたのは事実。先ほどの幻影も奴が残した痕跡ということだ。この空間は奴の戦う姿を再現した。だが不赦の幻影は魔獣の弱点を発見し地下空間へ誘い入れたと言っていたわ。この空間は一体何なのかしら。カーン・ルイヤの魔獣を抑え込むことができるなんて。体が重くなった気がする。気のせいというわけではなさそうだ。空間が私たちに干渉しているようね。不赦は地下に残ったはずだ。だがここには幻影があるのみで当の本人は見当たらなかった。もしこのままここを離れられない場合、我らもあのような結末を迎えるのかもしれない。前へ進む時が来たか。見事な戦いだった。さらばだ、不赦。次の仕事は？
剣だ。くらえ。千、うん、千に目せ。ベニー冒険団出発。この書き置き、ここに残された戦艦軍が残したもののようね。この白陽って人、誰だろう。白陽は私の先祖の一人よ。当時この人は帰ってくることができなかったわ。つまり白陽は負者と行動を共にしていたのか。おそらく。この戦艦軍たちは彼らの戦友なのだろう。当時行方不明になった人、そのほとんどがここにいたみたいね。ああ、うん、怖い。一体ここで何が起きたっていうんだ。さあ立ち止まらずに早く行きましょう。手がかりは全て線で結ばれたわ。真相にたどり着くのももう時間の問題ね。ただこの空間は果たしてどんな形で答えを出してくれるのか。空間だな。アビスの気配がするわ。でも敵はいない。お前の記憶？ここはどんな記憶なんだ？アビス？ってことはこの空間がお前の記憶を読み取ってここを作り出したのか？周りがだんだん暗くなってきたぞ。大義版？さっきの空間だと大義版の一部は
地面に埋まっていたわよね。でも今回は地面に転がっている。まるで誰かが置いていったみたいに。さっきのってお前が想像したものだったのか。幻影は一瞬で消えちゃったけど、あれってお前がお兄さんに会いたいから現れたんだよな。うぅ、エンヒ、これが君の言っていた方法、大義版なのね。おそらくな。遺言にその形は描かれていなかったが、記載されていた情報と一致する。これでほぼ間違いない。お前は何を見つけたんだ？この大義版、構造も配置も私の一族で使われている法器に似ているわ。こうすれば。うん、この大義版は意図的に操作された跡があるわね。何かしらの情報が秘められているかもしれない。まずは外に出て安全な場所に移動しましょう。この辺で大丈夫そうね。みんなしばらく休んでて、私は大義版を調べてみるわ。なるほど、そういうことだったのね。お、何か新しい発見があったみたいだな。この情報は白陽という名の術師が残したものよ。彼は私が調べている行方不明になった先祖なの。こんなに。これ全部お前の先祖が残した情報なのか？数百年前、とある貴人が私の先祖に大義版を渡したようね。彼ら兄弟は二人でこの法宝を持ってカーン・ルイヤの魔獣を倒すため双眼巨炎に来たみたい。出発した時は二人だったけど、帰ってきたのは一人だけ。その上、理性を失ってしまった。ご唱か。ええ、彼らは夜叉の負傷と肩を並べて戦った。その時にご唱の力に染まってしまったんでしょう。神の目を持たない彼らは長く耐えることができなかったのね。記録を見てみろ。この記録を残した者の末路だが、永遠にここに残ることになったとある。あ、そんな、もう他に方法はないというの？どうしよう、オイラたち本当にこんなところで死んじゃうのか。そんなの嫌だぞ。こんなところにずっといるなんて嫌だぞ。今のは、まさか。一つ思い出したことがある。待っててくれ、すぐ確認する。旅人、新しい情報を見つけた。ここに来る道中、私はあの遺言を調べはしたんだが、それがどんな書籍に挟まっていたのかを考えていなかった。全て覚えているわけではないが、私はその書籍を読んだことがある。中にはこんな話が書かれていた。千年前、
仙人は悪獣を封印するため工房を作った。後に人間の友を作ると放棄に用いるため工房をそのものに譲った。数年後山に大きな災いが降りかかった時、人間と仙人はこの放棄を使い力を合わせて妖魔を退治したそうだ。それだけではない、本にはこうも書いてあった。仙人と人間の力が一体となれば天地の意を操り土天征夷が可能となる。器を明かしに人と仙が共存し天地が一体とならん。もし仙人と人間の根結である私の力があれば。効果ありだ。十分な力ではないため一瞬で効果は消えてしまったが、考え方は正しいのだろう。大義盤の中で何かが起動したようだ。皇天の意、御法の神、夜叉と人類は共に気候を握らん。封印の呪文だわ。不赦と私の先祖はこの空間の最上層を封印したのね。そういうことか。わかったぞ。みんな、今はまずイットとシノブのところに戻ろう。そこで提案したいことがある。もう動けない。ここに残りたくないし死にたくもない。オイラから離れないでくれ。パイモン、もう少しの辛抱だ。私を信じてくれ。まだチャンスはある。行くぞ。忍、イット、戻ったぞ。ひどく消耗したからまだ目覚めてはいない。だが命に別状はないから安心してくれ。それよりもその表情、何か発見したんだな。しかもあまり喜ばしくないこと。そうだろう。うん、私たちは大義盤を見つけたの。その中には先人の残した情報が入っていたわ。ただどうやらこの空間から脱出する術はないようなの。前にこの放棄を手にした人も永遠にここに取り残されたみたい。そうか。だがまだ続きがある。さっき試したところ大義盤に力を注入すると反応があった。でもそれはあくまで封印された時の記録を呼び起こしただけで。いや、肝心なのは内容ではなく方法だ。書籍にあった内容を思い出してみてくれ。仙人と人間の力が一体となれば天地の意を操り土天征夷が可能となる。仙人と人の力を合わせることで大義盤の力を最大限に引き出すことができるんだ。大義盤は根結である私に反応した。それはまだ動作していることを証明している。そして私たちの中にはちょうど純粋な仙人と術法を受け継いだ人間がいる。面白いわ、そんな発想があったなんて。仙人と人間が同時に力を注入するということか。その通り。もし私の考えが正しければ大義盤に最大限の力を注入することで完全な活性化、あるいは反転させることができる。この方法は最後この空間と双眼鏡炎のつなぎ目を塞ぐのに使われていた。つまりもし反転させることができればそれで出られる。やったぞ、オイラたち助かるんだな。その通り。その考え筋は通っている。じゃあひとまず今は休みましょう。準備ができたらその方法を試すということで。
イエラン、ショウ、準備はいいか？ええ、準備は万全よ。最善を尽くそう。エンヒ、一つ覚悟しておいてほしいことがあるの。ん？何だ？方々大義版はおそらく外に持ち出すことができないわ。多分この秘境にあるものすべてが時空と記憶の乱れによる結果に過ぎないんだと思う。私たちはそれぞれ異なる目的を持っている。そしてこの空間に現れるものは私たちの想像と推測に反応してくる。それは恐ろしいことであり奇妙なことでもあるわ。ここはもう単なる空間ではない。どんな高次元の力が影響しているかわからないけど、私たちのことを読み現像を持って答えてくる。双眼の歴史によればこの空間はおそらく大昔から存在していた。一体どのようにして誕生したのか。ああ、あれのことね。あの時私もあそこにいたのよ。え、ちょっと待て、もしかしてあの弓矢はお前が放ったのか？私以外他に誰がいるのよ。あの巨大な蛇はカーンルーヤ文明の遺産のはず。証拠は予想以上に有効だった。もしかしたら二つの力は相殺する関係にあったのかもしれないわね。もしそうだったとしたらごめんなさい。私はみんなの今の境遇に責任を持つべきかもしれないわ。そんな、オイラたちのためにいろいろ解決しようとしてくれただろ。お前のせいじゃないぞ。そうかしら。この空間の活動はまるで生き物のようで、あらゆる幻覚で私たちの目をくらませた。実際私たちが見た人や通った道は500年前にすでに亡くなったもののはずよ。それにここにあるほとんどのものは静止している。そうなると本当に脱出できたとしても時が流れ始めれば大義版は消えるでしょう。実は私もそう思っていたんだ。でもそれだからこそ大義版に出会えたのは奇跡だと思う。これら全ては存在しないはずの槍で漆黒を壊したかのようなものだ。ありえない話に聞こえるけど、これも残された最後の可能性。一体誰の思いがこの方々を呼んだのかしら。ああ、でももう一つの原因の可能性もある。それはお前の探し求めることに対する強い執念だ。見つかったのがお前の家族じゃなかったことは残念だが、でももしそのものがここにいたら、きっとこうしてみんながここに偶然集まったことはとても興味深いことよ。もしこれも運命なら私たちの手でそれを変えましょう。こちらはいつでも大丈夫だ。親分は私と牛尾に任せてくれ。旅人、パイモンのことは頼んだわよ。エンヒ、助けが必要になったら私を頼ってちょうだい。了解。セーラウンプ、異霊降臨、群馬蛇獣、大帝壊滅、新規復讐、正気流行、定直不明、消去不能、救急如立輪。光った！やはり大義版は増幅させる方法。この力を維持できればまだ希望はある。力の維持は我に任せろ。わかりました。全員下がれ。我が身で陣を守りてこの地を封印する。我らヤシャ一族、世のために戦わん。金宝大将、参る。
危ういと知りながらどうしても行くのか。この地を守り104年勝手に離れたことはありません。無名夜叉の剣だけはどうか帝君のお許しを。一発だった。ショーが中に残ってしまうのではとヒヤヒヤしたが、無事でよかった。はあ、お気持ちはわかりますが。まあ、その心にある思いはきっと一朝一夕で形成されたものではない。簡単には曲げられないものなのでしょう。結局私たちの方針は最後まで一致しませんでした。ですがあそこから脱出できたのはあなたのおかげです。救っていただきありがとうございました。いや、我だけの力ではない。どういたしまして。みんな疲れているけど怪我はなさそうね。ゆっくり休んでちょうだい。急いで出る必要はないから。私は先に周りに異常がないか確認してくるわ。言っちゃった。お礼を言おうと思ったのに。イエランは本当に自分が何かしたとは思っていないのだろう。彼女はショーがみんなを救ってくれたと心から思っている。恩恵を受けた以上はもう何も言えなかったんだ。ショーもそうたやすく説得されるような人じゃない。イエランも彼の心を変えるのをついに諦めたわけだ。ショー、叩かれてるみたいだぞ。な、そうではない。確かにその言葉に誤りはない。お前たちの意見も心に留めておく。本当か。よかった。なんだかすごいことを成し遂げた気分だ。今回誰か一人でも欠けていたら脱出できなかっただろう。それほどに危険な状況であったと言っても過言ではない。そういえば牛使い野郎がまだ起きてないけど、この早く見に行ってみようぜ。ガーッ、ぐっすり寝たぜ。え、なんだ
何を見てやがる。体は大丈夫か。頭はどこかにぶつけておかしくなってないか。辛かったら言うんだぞ。今でも十分バカなのに、もし頭でも打ってたら。何言ってやがる。俺様はピンピンしてるぞ。逆によく眠れたから今は力がみなぎってるぐらいだ。つうか、なんか忘れてるような。そうだ、おい、俺たち地下にいたんじゃなかったのか。どうやって出てきた。話すと長くなるからまた後で教えよう。イット、私たちが脱出できたのはお前と忍と牛尾のおかげだ。私のせいでみんなを巻き込んでしまった。できれば謝らせてくれ。なこと言うなって。俺たちを助けてくれたんだ。これくらい当然ってことよ。もしお前がいなかったら、俺たちは今頃リーウェの牢屋にいたかもしんねんだからな。それはちょっと違う。親分が牢屋で私は外にいるのが正しい。うん。そうか。それなら新たな友を作るいい機会だと思って、お祝いにリーウェ校を案内し食事に行くのはどうだろうか。おう、そりゃ最高だな。早速。腹が減った。もう一歩も歩けそうにね。私もお腹が空いた。では早速出発しよう。先輩、おいらも、おいらも行く。おい、うん、わかったよ。じゃあ稲妻の二人は私に任せてくれ。今回は大変だったから、お前も早く帰って休んだ方がいい。ああそうだ、イエランはいなくなったことだし、お茶をご馳走するという話はなしにしておこう。ああそうか、はあ、よし、代わりに伝えてやる。旅人サラタムチミスケ、牛尾が伝えたいことがあるらしい。なんだなんだ。私も聞きたい。なら私も混ぜてもらおう。なるほど、そうしよう。牛尾のやつ、こう見えて思いやりのあるやつなんだな。意外だったぜ。一見奥の深そうな道理でも単純なことは多い。だから牛尾の言葉は役に立つだろう。おう、この件はオイラたちに任せろ。じゃあイット、忍、牛尾、出発しよう。おう、飯だ飯。うーん、また会おう。終わったか。大したことをしてきたわけじゃないぞ。ただ友達を見送っただけだからな。あら、まだいたの。さっき稲妻の二人が縁妃と一緒に離れていくのを見たわ。リーウェ校に行くのね。君たちは行かないの。オイラたちはショウと話がしたいんだ。そうだと思ったわ。周囲はすでに確認した。今のところ異常はない。これで一件落着ね。次は秘密保持の問題かしら。遠方から来たあの二人にはこの事件について黙っていてもらわないと。うわー、待て待て、あいつらにはオイラたちから言っとくから手を出すなよ。あら、そう、バレた。じゃあ冗談はここまでにするわ。今回
みんなにはお世話になったわね。このことは忘れず胸に刻んでおく。あの奇妙な地下空間はどうやって誕生し、どうやって長い間存在し続けたのか、それらについてはこれからも調査を続けるつもりよ。なんとなくこれにはより深刻で人には明かせない理由があると思うの。それに最後は誰かが助けてくれたようだったし、それ自体は別にいいのだけれど、まさか私にはその存在が何者なのか見当もつかない。力のある方なのは間違いないでしょうけど。まあ今はそれを調べている場合じゃないわ。後片付けや報告の仕事があるもの。私も一旦リーユエコーに戻るから。それじゃあさようなら。イラン、じゃあな。我が待っていることに気づいてたのか。うん、そうか。行きたいところがある。時間があるのなら一緒に来るか。どこに行くんだ。夜叉に関するところだ。もう少し進めば道尺のために建てられた寺に着く。この地へ来たのは何か感ずるものがあったからだ。それってあの地下空間で何かを感じたってことか。うまくは説明できぬ。不捨と愛、過去に戻ったかのような錯覚に陥った。夜叉の一生とはよく言えば勇猛であり果敢だが、その実は殺戮によって占められている。壮絶な戦いを経て死ぬことは不捨にとっては本望であろう。我もそうだ。我は長く生きすぎた。人を救うために死ぬのならそれも悪くない。ああ、あるいは我のような考えはある種の狂気と違わないのかもしれない。おい、そんなこと言うなよ。そうだった、牛尾に託された大事なことなんだ。なんだ。牛尾には鬼を払う力があって、鬼から身を守るためにあいつは使われてきたんだ。でもイットに会ってからはずっと一緒にいる。牛尾には理屈とか道理とかそういう難しいのはわからない。ただ一緒に生きると一番楽しい、そう思った人についていくだけなんだ。本来この世界で生きることに決まりなんてそんなにないんだと思う。だから夜叉の力が人に害を与えるとしても、みんなと一緒にいられない理由にはならない。そうだ、例えば神の目を持ってたら多少はその力の影響を受けなくて済むんだろ。それにとにかくお前のことを気にしてるやつはいっぱいいるってことだ。その言葉、まるで不捨たちのようだな。奴らはいつもそのように言っていた。世が公平となれば人間たちと共に生活するのだと。大義盤にあった不捨の姿は狂気に満ち、常に金宝やミヌといった称号で周りの者を呼んでいた。それら名は全て御夜叉を指す。金宝とは我のこと、そしてミヌとは深淵大将のことだ。他にも羅漢大将、抜難、過疎大将、王達がいる。世の者は我ら五人を千秋夜叉と呼ぶそうだ。不捨とイエランの先祖は地下に取り残された。つまり二人が最後に抱いた思いもあの空間によって読まれたということ。イエランの言葉はいずれも事実だ。我と彼女の策には双方欠点と正しいところがあった。ただあの空間の力が我らをはるかに上回っていた。お前らの協力がなければここに来ることはできなかっただろう。最後の瞬間、渾身の力を振り絞り
かろうじて一瞬の突破口を作ることができた。それでも十分すごかったぞ。エンヒもイエランも間違ってはいなかったが、我は常に最悪を想定していた。その思考は根深く、それでも思いつく限りの策だった。あの時もし帝君が手を差し伸べてくれていなければ、我は生きてあそこを出られなかっただろう。結局は迷惑をかけてしまった。でもそれが普通じゃないのか。お前と勝利じゃなくてお前と岩王帝君は深い付き合いなんだろ。うん。あの空間から出した瞬間、クシャの記憶をかすかに感じた。今回得られたものがあるとすれば、それだ。一人でも多くの者が奴の記憶を持つのも悪くない。みんなどこへ行っていた。ヤシャの兄弟よ、また忘れたか。何度も言うが、俺は白よ。あんたと共に双眼で戦ってる術師だ。白よ、白よ。お前が白よなら我は何者だ。こっちも名前で呼びたいんだがな。一緒に残ったのに名前もわからないなんて残念だよ。ここに残るだと。ならん、お前は出ろ。ヤシャの兄弟、バカを言うな。ずっと地下に残るって話だろ。おい、今さら後悔するなよ。封印は解けないからな。封印、はあ、そうか。我は戦うために来たヤシャ。兄弟、おい、大丈夫か。この傷を見ろ。我はもう長くはない。もう俺たち二人しかいないんだぞ。死ぬな。今日この地下で家族を見たんだ。ってことは俺も狂い始めたんだろうか。白陽、お前は家が恋しいか。兄弟の住所を地上に残すって決めたんだ。そんなの、うん、恋しいに決まってる。我にも家族がいるのだろうか。兄弟とかか。いるんじゃないのか。兄弟か。我は一体何者で、家族はどこにいるのだろうか。兄弟、どうしたんだ。死ぬな。もう俺とお前だけなんだ。行かないでくれ。金鳳、お前なのか。誰が金鳳だ。まだ覚えてないのかお前。我はもうこのざまだ。合わせる顔がない。兄弟、兄弟、見ろ、そこに人が。あ、彼らは一体。ああ、我の。思い出した、お前たちは。我の兄弟たちが迎えに来てくれたぞ、白夜。正気に戻ったのか。せめて名前を教えてくれ。アニジャ、フシャのアニジャ。おい、フシャ。フシャ。我の名はフシャ。その意味は、苦笑は散り、万般を射す。
今日は少し話しすぎた。だがお前と話すときはあまり隠さずに済め。お前は一度でも天命を感じたことはあるか？生の可能性、死の到来、何でもいい。今に至って我は理解した。天命とは夜叉が最も好みに感じる厄災だ。それはまごうことなき悲壮だが、我らは恐れぬ。翔、構わん。帝君はお前を見届けるものだと言っていた。世の中のことはお前と語るべきだろう。罰な、ミヌ、王達は命を落としたが、負傷だけは行方不明のままだった。これは棘のように我の心に刺さっていた。それゆえ危険を承知で双眼へと向かったのだ。これでようやくかつて双眼巨炎で起きたことを知り、区切りをつけることができた。あの時、空間を出る前に石を手に取った。もしうまく持ち出せていたら、この石を負傷の代わりに、道尺を弔う寺に置くつもりだったのだが、残念ながら、それは残らなかった。我ら五人の誰よりも若かった道尺は、千年前の魔人戦争で死んだ。あいつが戦死した時、負傷は深く悲しんでいた。夜叉は師匠と隣り合わせだ。まるで空を飛ぶ鳥のように各地へと散った。罰難曰く、夜叉の魂には帰る場所がないという。負傷、白陽、そして少子たちは、英雄か。いい言葉だ。厄災は尽きぬが、属性には情がある。たとえ修羅であろうとも、思慮する存在がある。お前の言う通りだ。ここから先、世の英雄たちは互いに支え合っていくべきだろう。